ハサン・イッツェト・パシャハサン・イッツェト・パシャはオスマン帝国の軍人。最終階級はフェリク。ハサン・イッツェトは1871年にアリム・フスイン・パシャとスユレイヤー・ハヌムの子供としてイスタンブールのアクサライガイクで生まれた。1890年に陸軍士官学校を主席で卒業し、騎兵将尉となり、1893年3月23日、 陸軍大学校を修了して参謀隊となった。第一次世界大戦勃発とともに、1914年11月、カフカース戦線に展開する第三軍司令官に任命。第三軍の主力である第九軍団と第十一軍団はエルズルム地区に集結し、第十軍団も加わった。その外、第三軍には第二騎兵師団、第四、第五クルド師団、 国境警備隊、ジャンダルマが編入された。メソポタミアからは、第13軍団の、第36、第37師団が加わった。サルカムシュ地区のロシアン軍主力の撃滅、左翼では、アルダハン、バトゥーミを奪取し、チフリスへの事後の前進、右翼では、イラン領アゼルバイジャン、ジョルファ、ナヒチェバンを奪取し、バクー、エリザベートポリへの事後の前進が計画された。 攻撃開始後、11月8日から11日、極力距離付近で第一カフカーズ軍団を撃退し、11月12日、ザビンチクからロシア軍を追い出した。この際、第三軍は7000人を失い、ロシア軍は約1万人を失った。12月21日に第三軍に到着したエンベルパシャは、ハサニ・ゼトパシャの意義にもかかわらず、第三軍の指揮を取り、 ハサニ・ゼト・パッシャを司令部から追い出した。12月21日、第10軍団はオリチンシ体を撃破し、12月25日、サルカムシュに進出した。12月27日には、第9軍団も投入された。しかしながら、その後の戦闘でオスマン軍は大損害を被った。1915年1月11日、第9軍団が撃滅され、 軍団長イフサンパシャ、第17、第28、第29師団長、副師団長二人が捕虜となった。第10軍団は山岳部に退却したが、アルダハン近郊でオリチン主体により撃破された。オスマン軍の損害は約7万8千人達した。この敗戦後、ハサニ・ゼとパシャは更迭された。ありがとうございます。